はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さて今日はですね、深田恭子ちゃんと、実業家の杉本博之氏、はい、もう交際なさってるということなんですけれども、この2人がどうなってしまうのか、あれか、ホリプロ3人娘も石原さとみちゃんだけかな、結婚したのは。綾瀬はるかちゃん、深田恭子ちゃんね、皆さん、まあまあまあ、もう結婚してもいいようなお年頃なんですけれども、さてさてどうなってしまうのか、不安の皆様も気になるところでしょうし、深田恭子ちゃん、体調悪くして今ちょっと療養中なんですけども、これがどうなるのかみたいなのをこの前占いましたけれども、ちょっとまあこう先進んでからの方がさらにその先が見えるんでね、今日のこの体調の方もまたもう一回占ってみたいと思いますけれども、さあ、皆さん気になるところ、この恋愛どうなってしまうのか、はい、まずはその恋愛の方から占わせていただきます。これ逆出たか、逆出た復活ないとかそういう意味になっちゃうんで、深田恭子のね、女優の方はこういうのが出ていただきたいんですけれどもね、はい、恋愛どうなるのか、そして深田恭子、病状、俳優復帰、女優復帰はいつなのか、はい、その辺のことを占ってみたいと思います。はい、ということでね、さまざまなロッキーグッズも販売中でございます。はい、はい、深田恭子ちゃんと杉本氏どうなるのか占ってみました。うん、悩むな、これ微妙やな。今日その体調のことでこの恋愛結婚どころじゃないんかな。ほんで、これもどうやろ2年ぐらい交際してるの、1年ぐらいやったっけ。ね、深田恭子、今までもこう噂が出ては消え、噂が出ては消えしてましたけれども、まあね、表になるんで、それはもう彼氏はね常にいるタイプなんでしょうけれども、だからもういたところでね、もう常に恋愛してなあかん体質やとか言われるけど、まあモテるし彼氏すぐできるししゃあないやろうみたいな部分もあるんですけれども、はい、このお二人についてはですね、ちょっと解説させていただくと、ここが、ちょっと復活ないというか、なんというか、さっきも復活ないというかモチベーション上がらんとか、なんか前の恋愛も復活ないとかっていう意味になるかな。ほんでここ過去なんでね、ほんでこれ杉本氏が現れて、まあ恋人として成り立ってる。ほんでこの辺がですね、ちょっとしたトラブル、太陽さんさんじゃない、体調のことがあるからなんかな。ほんでね、ここ未来のところ、結婚ない、外に踏み出せない、ただちょっといい方には動き出すみたいなんでてんねんけれども、恋愛まあまあまあ恋人としてはいいんでしょうけれども、まあ彼の仕事上のこと、深田恭子の仕事上のこと、体調のこともあるから、結婚はまだなのか、結婚に踏み出せないのか、ただちょっとまああんまりいい状況じゃないことは確かなんです。太陽さんさんじゃない、結婚ない、外に羽ばたいていけない、うん、だからそこがなぜかってことですよね。おそらくまあ深田恭子の体調のことがあるから、まあまあそんな、まあ恋愛はこうね認めたものの、まだまだその、結婚のには至らないのかなって感じもしますけれども、ちょっと杉本氏目線で見てみますね。実業家の皆さんもいいですよね、スポーツ選手とか、もうちょっと成功したもんだろう、女優やみたいなね、いいですね。石原さとみちゃんもそうか、で前澤さんとかいつもそうやもんな。杉本氏目線で深田恭子とのことを占いました。
最初こう踏み出せなかったものの相手女優さんやし、こうね、あの公にはできないしみたいな意味かな。ほんで彼自身はまあ結婚意識してる、充実してる、希望を見えてるなんですけれども、ここで未来のところ甘え断ち切る。彼もやっぱ結婚ってなったら覚悟を決めなあかん、思いっきり飛び出す。ほんでまあその時間かからずに、方向に、だからこれがあれなんかな、やっぱ不可教目線から見た方がちょっとまだないわやから、それよりも結婚どうのこうのよりも まずやっぱり体調を戻すこと、そっちが大事なんかな。でおそらく杉本氏の目線の方がまああれやな、結婚前提にして結婚したいって思ってる部分あるかな。ただやっぱりな、ウカキョンぐらいと結婚するとなるともう何年か先までとか決まってるやろからな、よくその発表のタイミング、結婚のタイミングとかそんなのあるやろから、まあだからまあウカキョンもそんなにまあ彼氏は常におってって感じやけれども、結婚意識してないのか、まずは病気を治すことが先なのか、そらそうなんですけれどもね。ほんでやっぱりホリプロ通してその仕事のことがあるから結婚どうのこうのところちゃうわなんかな。で杉本氏から見てまあ甘いを断ち切らなあかん、結婚するにはやっぱ覚悟を決めて外に飛び出す、そうすればまあまあなんとかそっちの方向には動き出す。彼の方が、杉本氏の方がまあ結婚を意識した相手として見てたんかな。で深きょんがまあ体調もあるし仕事のこともあるしみたいな感じで、結婚まだかな感はあるんかな。はい、じゃあちょっとね、深きょんのこの体調を見てみますね。俺この前やってなんて出たやろ、まあ復活はするわ、出たんちゃうかな。はい、適応障害だったみたいな、やつにちょっともうプレッシャーかかってるものをもう全てね空振り捨てて楽にするのが一番なんですけどね。僕も仕事せんと空手と釣りだけしてたんですけど、ね、そういうわけにはいかない。はい、すべてで揃いました。解説していきます。あ、京子ちゃん大丈夫ですよ。ここら辺がまあ過去なんですけど、いい方には動いてて、まあこれ充実する。ほんで、いい方法、いいお医者さんで、そんな、俺前もこれ占った時そんなん出てたんかな。そういうちょっと方法だ。それかもしかしたら杉本氏の存在かもわからへんし。ほんで、こう、だんだんバランス取れてきてる。これ本でガンガン前に行く。はい、あとまあ京子ちゃんと京子ちゃんの、杉本氏のことも含まれるし、事務所、仕事、京子ちゃんと京子ちゃんにとっていいもの、いい人、はい、2匹の馬が一緒になって馬車引っ張ってガンガン一緒にスクラム組んで前に進んでいくって変わるんですからね。でその後そんなに時間かからずして太陽さんさんやから解放には向かってると思います。仕事復帰もできると思いますしね。まあ本人もまあもう結婚よりも仕事ぐらい思ってんのちゃうかな。すぐこう発覚したら結婚するんですか、どうですか。とか今日今まで誰と噂だったっけ、清水明さんの息子か。ほんであとめっちゃ昔で言った東山くんとか、クリームシチュー有田くんとか、まあまあまあね、常に誰かはいるんでしょうけれども、はい、そんな感じでね、京子ちゃん、はい、頑張っていただいて、まず復帰していただいて、はい、まあまあそっからですね、恋愛も、まずだからその直す道のこれ仕事が立て込んでんのちゃうかな、何年も2年ぐらい先までね、子ぐらいなんかそんな感じやと思いますから、だからそういう意味で、まあ、まず復帰して仕事を頑張らないといけない、そっちの方が、先なんじゃないかな。まあでもいい関係ではあると思いますので、これが破局道の方ではないと思うんですけど、まあ結婚はまだかな、京子ちゃんの意識的に結婚はまだかな、はい、そんな感じでございます。
はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。